おい、見物するのはいいが粗相はするな。お嬢様はことのほか礼儀に厳しいお方だ。いいか、お嬢様が到着したら直立不動で頭を45度下げる。通り過ぎるまで息もする。これこれ、着いた早々挨拶もせずに。だって見たいんだもの。いいでしょ？ね？ま、待ちなさい。今夜はお前のためのパーティーだ。早く衣装を決めないと。あ、そうか。大変、急がなくちゃ。まったく仕方ない子だ。私のワインレッドの首飾り届いてる？おお、マリアの欲しいものはみんな揃えてあるぞ。ありがとう、おじいさま、大好き。お前の部屋もきれいにしてある。さあ、続きは屋敷に戻ってからだ。外は冷えますので、どうぞお屋敷の方へ。でも…ここは私にお任せください。さあ、おじい様がお待ちですよ。要するにお呼びじゃねえんだよ。おお、来たな。ささやかながら今夜は無礼講だ。
食事もワインもたっぷりあり、ここでは普段の身分にとらわれず存分に楽しんでくれたまえ。我が孫娘マリア・パドリードに祝福を。ジョゼッタ姉様、もう会えないのかな。お嬢様。早急にご指示を仰ぎたいことがありまして。おじい様は？会長はお客様とご判断します。そう、仕方ないわね。じゃあ私が代わりに聞くわ。連れてこい。はっ。おい、こっちへ来るんだ。何なの、この人。実はこの男、本社の運搬さんの船員なのですが、不審な行動が目立つため調べさせたところ、どうやらインターポールのエージェントであることが判明しました。この人は？まあ、下っ端の下っ端でしょうがね。このパーティーで屋敷の人間が出払ったので、侵入を試みてたところを先ほど捕まえた次第です。この男をいかがいたしましょうか、お嬢さん。とりあえず知ってることでも話せますか。そうね、お望みとあればこの場で始末。ねえ、あなた若いのね。私と同じぐらいなの？お前らのやり口は分かってる。俺はそのための訓練を受けてきた。拷問でも何でもやればいいさ。そんなことは俺は屈服しないぞ。この人はスペインに送っちゃって。
嫌だ。ほら、さっさと歩け。嫌だ嫌だ嫌だ、スペインだけはやめてくれ。見事な処置でした。じゃあ、あとはお願いね。は。縁も竹縄となってまいりました。これより我がコムニオン自慢の楽隊が皆様に素晴らしい音楽をお届けします。ご希望の方はどうぞパートナーとご一緒にダンスをお楽しみください。私とダンスを？あなたは？面白い人。このパーティー楽しい？そう。私、変な顔してた？何それ？それもそうだね。踊りましょう。リードはお任せするわ。踊ったらすっきりしちゃった。ありがとう、誘ってくれて嬉しかったわ。
おしゃれしてたの。